家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は春に向けた路上の準備についてご紹介します。冬というのは雑草や落ち葉の枯れたものがたくさん出てきます。それを使うことによって2ヶ月間で土壌改良ができます。冬場のうちに行うメリットがありますので、今日はその方法についてご紹介したいと思います。最後に質問にもお答えしていきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。いつもおなじみの河原に来ました。冬場に行うメリットとしましては、枯葉がたくさん手に入ることと、冬の間2ヶ月放置すれば自然に土壌が改良していくということです。3月ぐらいから春野菜の準備が始まりますので、この時期からスタートしていきたいと思います。これを見てください。このように刈って放置されている雑草がいい感じに腐食が進み、乾燥もしてますので、土壌改良の資材に最適な資材です。ではこちらを持ち帰ってみましょう。冬にやるメリットとしましては、乾燥して腐食が進んだものがすぐに手に入りますので、これがいいポイントです。今から行わないと時間が足らないという点と、雪などが降ってしまうとベチャベチャっと濡れてしまいますので、あまり夜露が落ちてない時期に入手するのがいいかもしれません。関東で言えば12月中が最適だと思います。地域によって違うかもしれませんが、早めにこのような枯葉を集めて土に埋めていきましょう。落ち葉ではなく、このように雑草を刈った後の枯れ草です。これが最適です。落ち葉でも代用はできます。土壌改良は皆さんいろいろなやり方があると思いますが、キュウリやウリ科の畝やナス科の畝にこの枯れ草を約1メートル部分の深さに埋め込みます。水はけ、通気性を良くすることで根腐れ予防、過湿による病気の予防につなげていきます。水はけが悪く病気になった方はぜひ試してみてください。ではやっていきましょう。春夏野菜の予定地をまず決めることが先決です。完全な畝じゃなくてもいいので、なんとなくこの辺に植えようという場所を設定してみてください。冷気を使ってあげると、ものの数分で畝の形になりますので、冷気を使ってみてください。苗を植えるであろう場所を穴を掘っていきます。ではここを溝を掘っていきます。溝の深さはおおよそ50センチもあればできると思いますので、50センチから頑張れる方はもっと深く70、80センチぐらい掘っても構いません。1メートルぐらい掘りますと交番層も砕けますので、やってみてください。ちなみに深い部分が硬いという場合には水はけが悪い可能性があります。そのような場合にはこの方法が有効です。やってみてください。穴を掘っていきます。今50センチほど掘りました。もう少し深く掘ってみます。真下じゃなくても構いませんので、おおよその目安で掘ってみてください。60センチぐらいの深い穴ができました。ではここに先ほど取ってきた枯れ草を詰め込んでいきます。穴が浅いと根が伸びてきた時に枯れ草に当たりますので、しっかりと50センチ以上は掘り起こしてみてください。足で踏んで圧着して埋めてみてください。12月中に入手できる雑草の枯れ葉はこのように隙間が多いので、通気性や水はけの改善に最適です。奥深いところに米ぬかを少し入れても分解が早まると思います。それでは埋めていきましょう。先ほど作った冷気で埋めていきます。このように冷気も活用すると非常に便利になります。ただ埋めとくだけで
はい、終わりました。場所がわからなくならないようにあらかじめこのような U ピントで目印をしておいた方がいいかもしれません。こちら2箇所刺しておきます。ということで栽培場所の目安がついている場合には先ほどのようにすき込みをしてみてください。場所が定まってない場合でも何箇所かやっておきますと全体的に水はけ通気性が良くなり病気の対策になります。春夏野菜の栽培中に水はけなどの改善は非常に難しいので今のうちからやっておきましょう。では雑草がない方向けの方法についても紹介しておきます。こちらは大根の葉の部分です。これをカラカラになるだけ干しておきましょう。カラカラになってから吹き込むことによって先ほどと同様の効果が期待できます。乾いてないうちに入れてしまうと土壌の改善にはなりますが水はけや通気性の改善にはつながらないので乾かしてからの方がいいと思います。こちらは落花生の茎を乾かしたものです。ここまでカラカラの状態に乾かしたものを使ってみてください。ということで冬野菜で葉がいっぱい出てくると思いますのでそちらを活用してみましょう。天日干しの方法は何かシートなどの上にこのように1週間ほど乾かしてみてください。雨に当たらないように雨が降るときには何かシートみたいなのでかぶせてみてください。だいたい1月の中旬ぐらいまでに開始すれば春夏野菜の準備に間に合うと思いますのでぜひやってみてください。それでは質問コーナーです。玉ねぎの葉が枯れてた時の対策でコメントをいただきました。葉が肥料焼けしてませんかというコメントをいただきました。特に今回の症状で肥料焼けは起こしておりません。追肥の際に直接肥料が葉に当たってしまわないようにその点は注意していただきたいと思います。このように一部寒さで枯れてきてはいるんですが追肥による影響はないと思います。新芽もこのように出てきておりますので問題ないと思います。万が一肥料が葉についてしまった場合にはしっかり払い落とすようにしてみてください。今日は春に向けた土壌の水はけの改善、病気予防をやっていきました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。